パラシュート部隊のおつまみラジオ。どうもパラシュート部隊矢野ベベです。斉藤優です。今日ですね、福岡市早良区にありますテレビ西日本の会議室からお送りしております。いや今日はね、はい、もう本当にゴリパラロケ終わり、うん、今これ今なんですけども、はい、あの DVD のボックス、うん、まあ、ブルーレイ、はい、十何本セットかな、うん、を買ってくれた人に特別な、まあ、1人1時間半ぐらいインタビューした、まあ、あのブックレットみたいなのがついてるんですけど、それにサイン入りなんですよ。そう、直筆サインです。そうなんです。その内容自体がすごくボリューミーでいいんだけど、それもサイン入りで、うん、よく芸能人がやってるやん、今サイン書いてますみたいな、まあ、インスタとかに上がってるね、はい、あれをやってんだけど、まさかのね、それが800冊、うん、今 HP でいうと2しか残ってない中今やってて、うん、でラジオも撮らなきゃということで今書きながら、うん、やってることほぼビートルズです。今あのサイン書きながら喋ってるんで、うん、ちょっと変なそぞろなんですけど、で真ん中にも、はい、お願いします。どうもゴリ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 ケンです。振り絞りゴリゴリが出ましたね、はい、私もちょっと今一緒にサイン書かせてもらって、今、はい、斎藤ゴリケンペペの順でその、はい、そうです、流し作業ですか、流れ作業、流し作業だとサボってるみたいな、流れ作業です、流れ作業でやらせてもらってますけども、はい、今でね、松尾君今何枚、うん、リアルに何冊、何冊、300、300いった、もういった、いや、あと500、早い早い、じゃあ絶対おかしいと思うな、この山で、俺らをこう気持ちを高めようと言ってくれてるのかな。いやそうだよ、多分でも人生で最高に一番サインを書いてると思います。いや本当こんな機会ないもん、うん、さっきね一回俺がまああの今日は嫌やって言って、うん、まあ簡単に言いくるめられたんだけど、ふてくされて、ね、ありましたよね、ふてくされると思ったから俺とゴリさんがグッと入って、まあしょうがないなっつって、うん、こっちに流れます。それはやっぱもう今日半分っていうか、もう今日これがちゃんとしなきゃいけないということですよ。そうそう、せっかくね、まあいろんなことがキッズファーストのね、我々にとっちゃ、うんうん、キッズのためのことを思ってやらせてもらってますから、いやありがたいなっていうことをね、うん、ゴリさんが言ってます。いや本当です、うん、こんな経験させてもらって、あの売れっ子がインスタグラムで上げてる写真ですもんね、うん、だから必要以上にゴリさんがあの、はい、山下マネージャーに、うん、言うな言うな、写真撮ってくれ、言わない、動画撮ってくれ、言うな言うな、言いながら、うん、やってますね。いやどうなのよ、うん、パラシュート部隊は。なんですか最近。まあ悪くはないですね、僕は。そうだな、お前は。お前はどう。先輩やぞ。え。どうなん、どうなん、どうなん、先輩頑張ってんのか。頑張ってるよ、俺もいろいろライブ回ったり、明日も諸説あります。これいつ出すの、これ。これ明日です。だからじゃあまだ間に合うかもよ。え、北九州でやるね。明日ね、11時から終わってるわ。あ、早っ。18時アップですね、うん、お前も結構諸説頑張ってるよ。お前ってお前や。いや今まさにね、あの全国ツアーもしてて、うん、もうほとんどずっと一緒に3人でいるんだけど、うん、ありがたいよな、うん、この間の名古屋が本当盛り上がりましたもんね。すごかったね。まあ、静岡ももちろん全国盛り上がってんだけど、まあ、一番あの会場が広でかかったんやな。うん、そうですね。でなんか花道っていうかその席のあれもあってね、いろいろとあって、いやあのそうだな。いやでも諸説頑張ってるよな。一発諸説言おうか。あ、これゴリさんすごいのが、うん、誰々って言ったら、うんうん、言えんのよね。そうね、それがすごいっちゃんで、ね、ちょっとそれ勉強してんのよ、めちゃくちゃ。誰か例えば、ええ、まあ斎藤じゃなくてももう渡辺くんでもいいよ、今手伝って、今ね、手伝ってくれてる TNC の名前は渡辺と言います。渡辺くんね、はい、なんか好きな歴史上の人物言ってくれたら、うん、ゴリケンちゃんがその中で諸説なんかデータ、うんうんうん、誰でもいいよ。じゃあ空海とかでいいですか。空海、どうぞ。あ、空海、はい、お願いします。有名な、なるほどね、うん、好きなの空海。そうですね、やっぱ、高専旧大のやつは選ぶ人が違いますね、うん、まあ、いわゆる空海ね、空海が結局いろいろ回って、伝説がいろいろ残ってるんですけども、まあ、いわゆる空海ってお遍路のね、うん、人じゃないですか、うん、で空海が柳川に来た時に、うん、こう杖をポンと叩いて枯れてた
あの池をね、うん、水がひたひたになって、うん、そこで魚ある魚が生まれたんですよ。越です。はい、なんで越なの？あそこしか生まれない越。それはあの三原豆腐で美味しい、あの花丸さんが一番好きな越。 あれは空海が、うん、あのまあ伝説としてね、諸説あるけど、うん、こう杖をついてそこに水が池が生まれ、そこに宿ったお魚が越なのよ。で航空用としてあの柳川という町は潤ったっていう。じゃあ越って柳川にしかいないんですか？柳川の有名なお魚だって食べたことある？他であります。ああない、福岡でしかないね。本当ですか？諸説あります。来た、でも危なかった。危なかった。やっぱビビったよね。ちょっと一味違いましたよね。いや来たなと思ったよ、うん、えあのなんお遍路のな空海お坊さんっすか？空海、まあ、一緒に杖ついたやんか一緒に、うん、あ橋は渡ったらいかんっつって、うん、ああったな。へえ、なるほど。空海まで出んの？すごいね。明智光秀とかあるんですか？明智光秀とかあるんすか？明智光秀なんてだって本能寺の変じゃんか、うん、あれ本能寺の変ってあるやろ、はい、誰を殺したか知ってる？織田信長がね、はいはい、理由はいろいろ言われてるんですよ、うん、いろいろ言われてんだけど、うん、織田信長がまあいろんな自分の家臣集めて、うん、おいと、うん、俺らの部下でお前一番嫁が綺麗な誰やって話してたら、うんうん、いやそれは明智光秀の嫁さんですよと言ったやつがおって、うん、で実際綺麗だったよ、うん、で明智光秀の嫁っていうのはそんな綺麗なんやと思って、うん、城に来た時に、うん、ね、うん、後ろついて行って、うん、めちゃめちゃ美人やったけ、うん、織田信長めっちゃ抱きついちゃったのよ。おね、ただその明智の嫁は綺麗なんやけど、うん、信長の顔知らんけん、うん、どうしたかって言ったらボッコボコにしまいたんや明智の嫁が、うんうん、でそれを人前でそうボコボコさばあのさばかれたのをさば、うん、かれたんですか？いやしばかれた。お魚ですか？お魚しばかれたのを見て、うん、それで恨み持って、うん、明智光秀にパワハラをしだしたと、うん、いわゆる無茶ぶりとかいろいろ言われる、うん、でそのパワハラをして、明智光秀は精神を病んでしまって、それを看病したのがその奥さんなんだけど、うん、奥さんも看病疲れで亡くなっちゃったのよ、うん、その恨みじゃないかって言われてるのよ。はあ、それで本能寺で信長を撃ったってことですか？はい、それ本当ですか？諸説あります。来た、どうや渡辺君。いやすごいですね。すごいやろ。もうビビり上がりました。気持ち悪くないな。渡辺ごめんなさい、うん、今でもちゃんと答えれるだろう、うんうん、すごい。誰でもいけるんですもんね。もう誰でもっていうか、まあ、それはもう自分の勉強の中でからな。すごいよ、うん、やっぱでも空海越の話出てよかったわ。いやすごいね。ちょっとビビってるあれは、うん、そういうのやってな、頑張ってるよな。いや上から言うなよ。上から。奥さんも喜んでんじゃねえか。離婚したんだよ、離婚。え、諸説じゃなくて事実だ。おー来た。どうだ渡辺君。いやいや、やっぱ生で生違うやろ、ゴリケンは。ゴリケンの生やばいやろ、うん、顔が。その諸説がありますよって松尾にあの前ライブで撮ったら用事があります。おい松尾、はい、お前全然ならん最近。松尾君は TNC のね、うん、昔は一緒に番組やってディレクターやってた。結婚式も盛り上げてさ、そうそう俺から今はあの DVD とかイベントとかね、ゴリパラのこういうやつを全部やってくれてね。昔ね斉藤さんにね、自分の松尾君車を売って、ね、あそう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 、100万の車をいくらで買ったんだったっけ、斉藤さん。10万。10万で買ってね。結構あの支払いが滞ってて。ローン払い終わる前に、うん、あの松尾くんが転勤になったから東京に。うん、で、斉藤が、OK、これでもう払わんでええわって言った。で、おなじみの松尾ですよね。うん、で、帰ってきて結局払わされたよ。当たり前やん。だってめちゃくちゃ綺麗な車やったよね、あれ。そうそうそう。あんま乗ってなかったもんね、松尾くん。ね、松ちゃん。K やったから高く売れたしね、うん、あ、いくらでも売れたんですか？あ、でも20万ぐらいで売れた。儲けてるやん、うん、儲けてるやん。ありがとう。同い年でね。そうね。まっちゃん、何杯いったもう。あ、でも、うん、ほぼ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 まだ半分しかいってないと思うよ、これ、うん、40杯。うわ、まだか。こんなに諸説言ってんのにすごいよ。矢野ちゃんも諸説ないの？あ、なんか言ってくれたら。いやもう嫌だな。なんか言ってくれたら。でもないもんな。嫌だけどな。でもなんかへーってなる話だからな。へーってなって、うん、本当かどうか分かんないってことですね。それは諸説あるから。うん、誰か言ってくれたら。じゃあ
どうしようかな、うん、そういう知ってる人、例えば芸能人とかそっちがいいの、それともあじゃあ逆に豊臣秀吉とかいけるの。あ豊臣秀吉、うん、豊臣秀吉、うん、信長を撃ったのは本当は豊臣秀吉と言われるっていう説もあるんですね。どういうこと、はい、初めて聞いた。要は自分の野心がすごすぎて、でもその明智、うん、いや明智光秀が撃ってんじゃんだって、うん、そそのかしたっていう説もある。ああ新たな説やだ。そうなんですよ、自分が全国制覇中が統一1位になりたいから毛利と戦ってたんだぜ。でそれで中国大返しってバーって引き返すわけ。あの中国大返しっていうのも、うん、今で考えるとありえないスピードなんですよ、うん、なるほど。あれ知ってないと、うん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 、あのスピードで帰ってこれないんですよ。だからバイクだったんじゃないの。いやあの江戸の話なんよ最後。江戸じゃないわ、戦国の話なんよ、うん、だから知ってたからもう早めにこう引き返しといて、うん、その後に本能寺の変が起こって早めに帰ってこれて撃って自分が天下取ったっていう説があります。本当ですか。諸説あります。おいいよ、でも気持ちいいね、はいはい、気持ちいいやろ。めちゃくちゃ気持ちいいですよ、うん、これ斎藤丸かもな、うん、諸説、うん、大体いける。誰がわかるだろう斎藤丸。でもヒント、うん、あれでいいわ、三国志でいいわ、お前それはちょっと聞きたい。あ、じゃあ、あれは昔のなんとか中名、なんとかに。死せる中名、行ける、あ、死せる孔明、行ける中達を走らすね。みたいなね。おいいよ。三国志でその諸説が、うん、あります。諸葛亮孔明。孔明は、まあ、うん、まあまあ、うん、まあまあベタな話ですけど、うんうんうん、まあどっかの部族が、はい、まあまあ天候とか悪い時に、はいはい、本当に生贄で、はい、あの人の生首を、はいはいはい、置いて捧げてて、孔明見て、いや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 、うん、もう意味ない意味ない意味ないっつって、うん、でそれでもうあの豚の皮とかに、まあ皮に豚の肉とか入れて、はい、これでいいから十分効果あるからって言ってできたのが饅頭で、うん、だから饅頭に頭って作るんですよね。本当ですか。諸説あります。それめちゃくちゃいいやん。それ足してもらっていい。いや全然いいですよ。へえ、そういうことも、でも気持ちの中国はそれあるもんね、うん、中国も結局あの雨乞いをしてて、うん、雨がずっと山ん県ある坊さんにお前、うん、なんか雨をやませるっていう人がおったらしくて、うん、お金持ちがそれで、うん、ねやましてくれって金払ったけど、うん、でお経唱えたけど全然、うん、山んからも腹立って見せしめするためにそのお坊さんの首を切って、うん、白い布で巻いて、うん、そこを晒し首にしとったら次の日、うん、ね雨が止んだと、うん、それからですよ、てるてる坊主でこうつるんで、ね、本当ですか。諸説あります。だけどでもてるてる坊主の歌あるでしょ、うん、明日天気にしておくれて、うんうんうん、あの4番もあるんだよ、あれ4番まであるんだよ、怖そう、うん、でてるてる坊主、てる坊主、明日天気にしておくれ、うん、それでも雨が止まんかったらみたいな、うんうん、あなたの首をちょん切るぞって、あ、それ本当に4番まであるんだ。あります、諸説あります。へえ、どうだ、いいね、いいこれ。みんなもうまさにあの手をずっと動かしながら喋ってるとは思えないよね、うん、ゴリビアの泉よ。あ、もう諸説か。諸説じゃないじゃん。諸説じゃないじゃん。いや諸説あります。いやあのまあいろいろゴリさんもイベントせっかくやってくれてるんで、うん、お知らせとかあったらなんかあります、うん、もうでも今あの、うん、残すとこ、あ、もうこ時間、いや、まあ、適当です。何分やってもいいんで。そうですね。いや諸説やって今昭和諸説もやってるんですよ。あの昭和芸能諸説。ああね、それもちょっといやペペとかに聞きたいんだよな。いやパッペっつって芸能諸説知らない。斎藤のちょっと斎藤が見た芸能のこれ今撮ってるから大丈夫。芸能諸説ちょっとやるの怖いけど大丈夫。いやその話せる範囲でしょ、うんうんうん、そういうのがあれば芸能諸説ね。あ、今、うん、芸能諸説からしいよっていうやつとかでいい話とかにもなってくるよね。なってくるなってくる、うん、芸能諸説か。あの勝新さんいるじゃないですか、うん、まあ、昭和の名優、うん、そのピカピカのね、うん、当時一番高い高級車乗ってて、うん、で若手の俳優乗せてたんですって、うん、勝新さんで、うん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 、でなんか演技論みたいな話してて、うん、そしたら車が電柱にぶつかったんですよ、ボーン、うん、そして勝新さんがその若手の俳優に、
今の顔覚えとくよ、それが本当にびっくりした人間の顔だっつってわざとぶつけたんですって、この中に。本当ですか？諸説あります。わざとぶつけたんだ。わざとぶつけたらしいっす。やるな。芸能諸説って、はい、やっぱ伝説って言われてるのが、はい、まあすごいせっかちな人って芸能人多いじゃないですか。はいはいはい。ね、なんかやっぱ何でもこうスピーディーというか、うん、待つのが嫌いな人が多い。もちろん。もうこの人マックスだなと思ったんですけど、うんうん、今日、うん、ゴリケンさんが、うん、僕ちょっとトイレでショーのとこ入ってたんですよね、うんうん、先に終わって出ようとしたらゴリケンさんが入ってきて、うん、入り口でもう出しとった。いや、一物を、これマジやで、一物を、うん、いや、びっくり、それダメじゃん、それダメじゃん、びっくりしたもん。それ本当の諸説あります。いや、本当です。いや、それ事実でしょ。いや、びっくりしたよ。はえ、早すぎたもんね。早すぎ新作だった。早すぎ新作よ。高すぎ新作みたいに、うん、よし、これぐらいにしといたるか。何分喋った今？まだ、まあ20分ぐらいも喋ってる。あ、本当、はい、ちょっと一応ボーっとしてきたな。20、何日やったっけ？27日に舞台、今予約受付中で、抽選になっておりますので、あれだ、イベントの名前がおつまみライブ、はい、これはね、1時間っていうか、ま、番組として、うん、パラシュートが番組やるならこういう番組っていうので、うんうんうん、トークあり若手との企画ありとかで、でこれが良かったらそれごと買ってもらおうと思ってるの、番組に。いそういうイベントやりますので、はい、ぜひともチケットも発売、いや、抽選で発売、受付中ですね。さっき言ったやろ、それ。あ、ごめん、ちょっと今ボーッとしてた。うん、まあみんなね、うん、ぜひともよろしくお願いします。はい、で DVD の方もゴリパラ今書いてますけど、はい、本当にボックスセットはね、うん、僕らのこのインタビューのブックレット、はい、直筆サイン付きがあるんですよね。あと、うん、この何入れ物、うん、まあ、そう入れ物いいやつなんだったよ ね、松尾君。コンプリートボックスっていう、はい、いいやつ。ぜひとも、まあ、ぜひぜひチェックしていただきたいなということで、よろしくお願いします。さあ、ということでお送りしたのはパラシュート部隊矢野ベベと斉藤優斗、そして堀健でした。ありがとうございました。また次回。はーい。